夕飯作ろうとしたら気づいたの、チケ祭って不規則なのに規則的、大きい葉っぱからは剥がしていくと最後に可愛いちっちゃな葉っぱがあって、男の人を脱がしていくとき、きっと最後はこんな感じなのね、なんかとってもいやらしい退屈な日常に、妄想が暴走し変態な感情に、最高の快感が退屈な愛情に、恋愛を妨害され、肩を落としたら気づいたの、チケ祭って青色したパクチョイ、ちっちゃな葉っぱをちょちょいつまんでいくと、どこからともなく湿った音が聞こえて、青い男をいじめていくとき、きっと最後は涙目にさせ、退屈な日常に妄想が暴走し、無駄な感情に最高の快感が、退屈な愛情に恋愛を妨害され、散々な現状から酒に溺れる毎日、心の炎に愛という17歳です。17歳を17年間やってます。イエーイ。楽しんでってください。イエーイ。
します。何を話していいかわからない夢を見て、みんなにドン引きされてた夢を昨日見ました。今もそんな感じです。聞いてる？聞いてる。あ、聞いてる。ミオ17歳は全部あの実話のように見えるけど嘘ですよ、これは。今日は初めてのバンドで生演奏、生ライブで、すごく気持ちが悪いです。すごいさっき食べた餃子が気持ち悪くて吐きそうです。17歳なので、私は何なんだか、私はずっと17歳なので、皆さんお願いいたします。イエーイ。次の曲はなんだっけ、生ビールは美味しいです。次の曲は14歳の時の歌です。鶴見区のブルーワールドブルーの歌です。聴いてください。
メンバー紹介させてもらいます。ベースブタさん、ブタさんスズム、ミキサー犬、犬野郎、犬野郎トエプチ、業務連絡 A マイナーで、 A マイナー、業務連絡 A マイナードラマー猿野郎、スマッチョニワトリさん、ミオ17歳です。踊るミオ、メキシコ、ボクシング、あと2曲早く終わってほしいです。次まだだって。すごい緊張してて、酒を何杯飲んでも酔えなくて、昨日からずっと飲んでるのに酔えなくて気持ちが悪いです。
揚げの歌でした。ああ疲れた。次はラストの曲でパンツを売った時の話の歌です。名曲なので知ってる人はちょっと前に来て、前に来てちょっと一緒にこうやって、そこのあの小学生、おい来い、こっち一緒に、イエーおい、イエーって一緒に、イエーおい、イエー知ってる人はみんなねこうやってやってください。何を言えばいいんだ。いきます。
店で買ってください。